皆様、日頃スーツ交通チャンネル、旅行チャンネルなど動画をたくさん見ていただき誠にありがとうございます。このスーツチャンネルはもともとスーツというチャンネルがただ一つだけあり、それに続いてスーツ背広チャンネル、また2018年の初夏の頃からスーツ旅行チャンネルも新設して現在に至っております。もともとスーツチャンネルの設立の目的は、2017年3月の4日から6月の25日にかけて実施された最長往復切符、JR で最も長い距離を乗車することのできる特別な乗車券、それを購入し実際に4ヶ月の長旅を実施することを目的とし、その資金確保のために設立したチャンネルでございます。視聴者の皆さんにその今までになかった長大な旅行の様子を YouTube を介してご覧いただき、入ってくる広告収入を使って旅行を続けるということを考え、実際にそれは実現することができました。多くの皆様の5000円と、それから実際に現金や現物での支援をいただいたおかげでございます。この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。皆さんにも大変ご好評いただきました最長往復切符の動画ですが、その再生数はチャンネル設立の当初のものとあってそれほど多くはなく、また動画自体も私の当時の撮影編集の力量がそれほど高くなかったものから、あまり質のいいものにはできなかったと個人的に考えております。皆さんにはこの最長往復切符をまた見たい、別の形で見たいというご要望も多数いただいておりまして、私もぜひそれに応えようと思っておりました。ちょうど近頃は新型コロナウイルスの関係で外出をすることもできなくなっておりますので、ちょうど良い編集の機会と捉え、今回はその2017年3月の4日から実施をいたしました約4ヶ月の最長往復切符の旅行を短くまとめ総集編として皆様に音楽とともにお届けいたします。この最長往復切符と申しますのは、もともと JR の各路線と路線を乗り継いで一筆書きで乗車券を購入することができるようになっていまして、その一筆書きは途中で同じ駅を二度通ることがない限りはどこまででも長く伸ばすことができるようになっています。では JR の線路を全部使って一番長い距離の線路の一筆書きルートを計算した場合には、一体どれぐらいになるのだろうかという、いわば一つの数学の問題でありました。そしてそれは最長片道切符ということで、1960年代から初めは東京大学旅行研究会の方から始められたそうですけれど、 JR で最長の長旅ということになっております。しかしスーツチャンネルでは片道切符というものが存在するのなら、現実には JR には片道切符の2倍の距離、往復切符というものがありますので、最も長い1枚の切符で乗ることのできる距離を追求しようと思ったら、往復乗車券を使用するのが正当かと思われます。その距離は 21,910km ということになります。この数値は横浜国立大学の経営学部経営科学総論を当時担当されていた鳴島康先生にご協力をいただき、時間を割いていただいて、そのおかげで計算することのできた数値です。誠にありがとうございます。しかし私はその時式の設定を間違えまして、実はこれは 21,910km の距離は JR で最も長く1枚の切符で乗ることのできる距離ではなかったということが後に判明しております。確か実際の距離は 22,000km をちょっと超えたんだったかと思いますけども、私はその時に2度目の最長往復切符の旅を実施し、 JR の本当の最長往復切符を利用し114日間の有効日数を計算することになりました。その様子はスーツ交通チャンネルにて投稿しておりますので、ぜひ2度目の最長往復切符の旅の興味のある方はご覧ください。当時私が1度目に実施をしました最長往復切符の旅は、ただ JR にたくさん乗り継いで鉄道に乗りまくるというだけではなく、せっかくの全国ほとんど全てを回りきることのできる乗車券ですから、その切符1枚を使って、そして日本とはどのようなところであるのか自分なりに一つの旅として見てみようということも副題として考えておりました。その考えは現在スーツ交通チャンネルではなく、スーツ旅行チャンネルに移行されており、現在のスーツ旅行チャンネルの原点となったともいえる旅でございます。現在のスーツ旅行チャンネルをご覧いただいている皆さんには、ぜひともご覧に入れる価値のあると思います。この最長往復切符の旅、2017年、私が大学2年生に上がるか上がらないかの頃、それぐらいに始めたこのチャンネルの現在の活動のその記録でもありますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。3月の4日に東京駅をサンライズ瀬戸号で立って、翌日は観光しつつ山陽地方を九州まで1日かけて移動しました。そして今日の朝早く博多駅で最長往復切符の引き換えをして、いよいよこれから先日本全国津々浦々を四国を除いて回ることのできる最長往復切符を利用して旅をすることになります。ここは佐賀県の肥前山口駅です。ここは最長片道切符の駅として知られています。
朝8時半で、まだ気温は8度、3月なのにね、結構下がって寒いからね、皆さんも暖かい格好して行かれた方がいいですよ。この最長片道切符の駅として知られているというのは、最長片道切符を利用した場合、この駅が終点ということになるからです。まあ、詳しいことはぜひ NHK とか見てもらってもいいし、私の動画を見ていただいてもいいんですが、そういうわけで30年以上ここが長旅、日本で一番長い距離の乗車券の終着駅ということになっているので、このような様々な石碑とかプレートみたいなものが設置してあります。しかし最長往復切符の場合は、始発点終着点はこの肥前山口駅ではなく、お隣の駅ということになっています。特急かもめ号に乗り込んで、そして次の駅、通過する駅ですが、肥前白石というところから最長往復切符を利用することになります。昔はここで石炭を取っていたそうです。石炭の町白石町、車掌さんをわざわざ呼びつけて、すいませんけどよかったら押してもらえませんか、動画も撮らせてもらいました。ここで最長往復切符を利用します。肥前鹿島からは普通列車に乗り換えて、いよいよ最初の途中下車です。ここは有明海の目の前の駅、肥前七浦に到着です。目の前に出ると早速このようなドロドロの干潟、ちょうど今は干潮の時間に来ることができました。潮の満ち引きが日本一番だそうです。だから今は引いている時だから一番少ないし、海が満ちている時は逆にこれがかなり上の方まで上がってくるということだと思います。そして干満差だけではなく、ここは遠浅でありますので、このようなドロドロ、足を踏み込めば靴はたちまち汚れます。こんな編集昔はしてたんですね。ちょっと適当ですけど、あそこに4匹映っていますと書いてあるのはムツゴロウです。あの水陸両用魚みたいな感じで、まあ、実際には水の中なんですけど、そこの中にいるお魚を見物したり、それからすぐ脇にあるこれなんか牡蠣小屋みたいな道の駅みたいなところでしたけどね、牡蠣が1籠1000円、そんなお金ありませんでしたが、しかし写真は撮らせてもらいました。この辺りは豊富な栄養分で、二枚貝の栽培じゃないか、二枚貝の養殖が盛んなのです。牡蠣の味噌汁も美味しかったですよ。300円ぐらいでしたしね。当駅の看板にはムツゴロウが書いてあります。まあこの辺の見物をするんだったら、肥前七浦で降りておくのが一番いいでしょう。しかしここから先も引き続き長崎本線の旅は続きます。景色はとっても素晴らしいんですけど、今日の朝も5時に起きましたので、ちょっと眠く、しばらく寝ていたら諫早の駅に着きました。諫早も古い石橋などが名物のところですが、今日はこれから一気に博多まで向かいます。まだまだ旅が長いので、これから先も引き続き大村線に乗り込んで海沿いを走ります。大村湾に沿って走るところ、今日は晴れていてとっても良かったですね。さっきは曇っていましたけれど、晴れてほしいと思ったところではぴったり晴れてくれました。その大村線の途中、小串号というところで降りました。この駅は海軍の方だったと思いますが、特攻をする方の訓練のために最初作られた駅だということです。ここからしばらく歩いていったところ、大村湾のすぐ際のところを進んでいきますと、大変立派な景色があります。立派な景色というか、戦争の痛々しい景色というか、何とも分かりませんが、少なくとも貴重な産業遺産であることは間違いありません。産業なのかの戦争って。海の際のところ、透明度も高いですね。しばらく進んでいくと、このようなコンクリートの謎の構造物があります。これはもともと水槽だったようなんですが、後ろのところにこのようにある壁だけになってしまったこの建物、これは何かと言いますと、もともとは海軍の魚雷発射試験場として作られていたところで、ここの中に魚雷がどうも試しに積み込まれていたんだと思いますが、ここで性能試験をやってるっていう話だったかな。この中に魚雷を積み、そしてこの先へ続いていくこのレールに乗せて、あの奥のところ塔が立っていますけれど、その塔のところから発射したそうです。この当時は奥の塔の方へ近づくことはできなかったんですが、2020年現在はこの塔の手前のところ柵が撤去されていて、あの壊れているところまで近寄ることができるようになっています。ただ落ちたら当然危ないので、行かれる方は皆さん気をつけてください。小串号駅から歩いて30分ぐらいでしたかね。それからこちらにも何をしてた建物なのか分かりませんが、鉄筋コンクリートの建物が残っていて、手前のところはでも朽ちてしまいました。大穴が開いています。ちょっと怖い光景ですね。それから先、全力ダッシュをしまして川棚というところに来ました。川棚は海軍の確か工場があったそのすぐ脇だったと思います。実はこの大村線は海軍と大変関わりの深いところ、昔は長崎本線ということでしたが、このハウステンボスももともとは海軍関係の敷地だったそうです。このまま行けば終着駅は海軍の駅佐世保ですが、そこへは行かず、ここから先は博多方面に進路を変えます。そして到着しました。ここは武雄温泉です。今度新幹線がやってくるということになっています。古いこの建物、武雄温泉の楼門は東京駅を設計した辰野金吾さんが作りました。結構時間なかったんですよね。大急ぎお風呂にも入って、その後速やかにまた乗り換えを続け、新都駅からは最長往復切符の指示で九州新幹線に乗り換えます。乗車券のルートは決まっています。新幹線経由ということになっているので、新幹線にも当然乗らなければいけません。結構大変なことです。
博多までそれほど長くない距離ですが、確か800円ぐらいお金は払わなければいけなかったかと思います。ところでこの日、さっき牡蠣の味噌汁を食べてからまだ特に食事をしておりません。確か安い菓子パンかなんかは食べたかと思いますけれど、この博多駅でいよいよ今日休むところ乗り換えとなるわけですが、その前に有名なラーメンを食べておきます。福岡のラーメンは豚骨ラーメン。ホーム上で食べる390円のラーメンは、まあ探せばもっと安いところもあると思いますが、まあしかし十分福岡らしさを感じることができるし、安くてお腹いっぱいになれるありがたい食べ物です。さてここからは再び新幹線に乗り換えです。しかし行き先はこの博多ではなく、一つお隣の博多南。これ九州新幹線の駅ではないんですが、なんでこんな博多南という駅があるのか、まあご存知の方も多いと思いますが、車両基地があるんだからどうせだったらそこまでお客さん乗せてくれませんかと、地元の、確か中川町でしたね、当時はね、そこの、人たちが要望して JR 西日本が走らせてくれている、100円で新幹線に乗ることのできる面白いところです。ここに乗るということも面白いですし、それからまた博多周辺は安いネットカフェがあまりありませんので、新幹線に乗って一駅お隣のこの中川町内、博多南駅までやってきた方が実は安く宿泊できるんですね。確かこのすぐ近くにあるネットカフェなんちゃらというところに泊まったと思います。現在もあると思います。この日はこれで終わりです。翌日はさらに九州の南の方へ熊本を目指して進みます。次回は博多から熊本までです。よろしくお願いいたします。